今回紹介するのは「靴磨きの本」という本ですこれで一安心今やネット上に靴磨きのやり方はたくさん載っててどれが正しいのかわからなくなっていましたがこれで一安心です鏡面磨きはやはり難しいですがそもそも長く履くことが一番の目的なのでその点においては満足ですまた 本書を見ながら靴磨きができるよう、特殊な作り、紙の閉じ方になっており、手で押さえなくても開きっぱなしにできます。購入者のことをよく考えて作られた本だと思いました。靴磨きにはまってしまった。もともと靴磨きはあまり興味もなく汚くなってきたらするイメージでしたが、 これを読んで道具も一通り揃えました靴を大切に履くようになりました人の靴まで磨きたくなります参考になります我流で靴磨きをやっていましたがモルトドレッシングを知りどうせなら基本から学ぼうと思いネット情報からこの本を購入することにしました他にもやり方や意見があるのでしょうが とりあえず靴磨きの一つの流派の基本を知ることができたと思います。カラークリームの塗り方ももっと詳しいと嬉しかったです。本の綴り方が特殊で、押し広げなくても綺麗に見開きになるので、本に変な癖がつくことなく広げられますので、作業しながらでも見やすい作りです。作業の流れが身につくのでとても良いと思います。以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。